どうも皆さん、トライアングルです。というわけで今回ついに、はい、学長そして学幹事が登場、ダブル学長が来ましたので、今回ちょまずね、もう一番気になるのが学長よ。学長キャシーが飛んだちょっとこちらをちょっと見てみたいと思います。ということで、その後ねガチャももちろん引きますので、よろしくお願いします。はい、ということで学長来た。うわ、デバフキャラだ。あ、やっぱりバフはなくなったね。バフじゃなくなりましたと。で、普通に能力は強そうだね。はい、ということでちょっと待って、まずオート見てみようか。なんだこの、なんか志村新八か、教育の心得、ターン開始時は、いや嘘だろ、え、嘘だろかいや、これは嘘だ、これは嘘だ、これ嘘だ、みんな解散、これダメです、強すぎます。これ自分以外の味方全体に体術 46% アップを一旦、術式 46% アップ一旦、オートだよ、ターン開始時だよ、毎ターンだよ。え、待って、じゃあずっとみんな体術 46% と術式 46% アップするってこと、これ。いや、おかしい、おかしい、おかしい。ウェーブ開始時でもないでしょ、え、バトル開始時でもないでしょ、ターン開始時でしょこれ。ああ、これやったなじゃあ次通常いきましょう。これもうまずこれでやばかったわ。え、選択した時に近接攻撃の体重 180% と会心抵抗 18% ね、 15% ね。なるほどなるほど、会心系ね。あー、でもこれ当時と相性良さそうだね。いや、これも強いぞ。あの学者って結構通常攻撃意外とするのよ、ヤクザキック。いや、これいいんじゃない。で、次、はい、こちら行け塚本。あ、ついに塚本が選択した時に近接の体術180、術式45、まあ、これは関係ないでしょ。体術 52%、 なるほど、火力ダウンだ、来たね火力ダウン。で、塚本は自身の暗黒状態無視、これいいわ。で、重消費で体術 52% を一旦ダウンは強いな。2ターンだったらまあちょっとぶっ壊れだからね、強くね強いぞ、今んとこめちゃんこ強い。問題は防御力のデバフがあるのかどうか、ここにかかってます。あ、でもこれバフじゃなくね、選択した時に遠隔攻撃の術式150、選択ね、全体じゃないね、全体じゃなくて暗黒を付与。いや、暗黒マジで強いからね、これめちゃくちゃ強いよ。で、出た、体術非ダメージ 30.2% アップ、はいはいはい。そして体術非ダメージの高特性の体術非ダメージ 16.5% アップで、術式ダメージを 30%、 そして高特性の術式ダメージを各3ターン、つえー、うわ、これは強いわ。まあ、全体バフじゃない分あれだけどね、ボスに対して、だからいきなりウェーブ始まりました、はい、必殺技ポンポンはできなくなった。いや、でも強いよ、それでも強い。いや、てかまずこれがちょっとぶっ壊れすぎる、これがね、ありえん。で、次は徹底指導だ、キャシー、はい、敵全体に遠隔の攻撃、うわ、すげえ、体術約1200万、1200万じゃない、1200%で、術式360、複合ダメージ、高特性の体術非ダメージ 51.6% アップ。高特性、ほう、複合高特性ってどういうことだ。4ターン、高特性の術式非ダメージ 51.6% アップ。術式、高特性、あ、高のキャラクターの受ける、あ、なるほどね。めちゃんこ強いじゃん、じゃあ。で、自分以外の味方全体にダメージ 30.2% アップ。これやったな。これは強いよ。でも、いい感じに SR 学長とは、差がつけられてる気はする。いや、これ、高の時代来るな。絶対これ来るわ、高の時代。はい、そして、これ、学願寺。これ、結構気になってました、正直。行きましょう。選択した時に遠隔攻撃の術式 120% のダメージと術式 15% ダウン付与。はいはいはい。通常攻撃でこんな感じ。で、オルタネイトチューニング。これね、チューニングの技の時に溜まるんよ、確か。スキル変化。選択した時に遠隔の150と術式キーキーダウン。ちょっと 20% 火力が上がるって感じだね。オルタネイトチューニングの時は。そしてこれ、チューニング。自身に術式 15% アップ、そして使用するために自身にオルタナイトチューニングの付与と解除を切り替え、なるほどね、切り替え解除とかなんだこれ。で、磁力の音、敵全体に磁力の音を、敵全体に遠隔攻撃の術式 180% と体術非ダメージ 37.6% はやばいぞいこれはやばいぞい、え、待って、え、
術スキーダメージ37、え、どっちも、え、違うでしょ、うわ、やべ、これ敵全体に25消費で学長みたいなことができると。で、しかもダメージ与えつつね、まあ、学長よりは高くないけどね。で、オルタネイトチューニング時は重力消費25で敵全体に150、術式は下がるんだけど錯乱をつけてさらにスタンも付与する。一旦確率 131%、 敵全体だよ、全体に131だからね、これおかしいからね。で、最後に行動するんだ、なるほどね、絶対最後って感じなんだね。はい、で次、こちら呪力の戦列、敵全体719のダメージとダメージ 50% ダウン付与で、952と必殺カウント1減少ね。うわー強い、 SR の火力じゃないぞこれ、強さじゃないぞ、おい、あいつわしより強くね。SSR のみんなが言ってるよこれ、学長にわしより強くねって。で、残滓もあるか、残滓がコマンドスキルまた必殺スキルに発生、自身に非ダメージ3ターン、3ターン、再使用6ターン、いやこれ強いだろ。はい、でこっちがターン開始、自身の HP が 70% 以下の場合、結構あるよ 70% 以下って多いよ、味方全体に体術 20%、 術スキルダメージ強いて強いてこのガチャは強い、これ絶対ね、もうごめん断言するわ、これ8月3日に絶対強いの来る、多分ぶっ壊れきますじゃないとおかしい、これ絶対引かせるためだもん、これ多分ね、大きなやつが来る前に会長減らそう作戦よこれ。いや学長、これ学長おかしいこれ、オートスキルが特に。ということで、じゃあこれもちろん狙っていきたいと思います、頼むぞ、まず少なくともガクガンじゃ来てくれ。では行きましょう。でちょっとこの動画見てる方ぜひね、ちょっと、あ、でもこの時にはもう動画出してるかな、ちょっとぜひね、学長いたらリーダーにしていただけるとありがたいです、学願寺も。行きましょう、はい、さあ頼むぞ、来い、いきなり学長来てくれ、絶対これ一突はさせないといけない、もう確定一突は絶対いる。さあいいよ、紫ガビガビ経験、かなり演出まあ美味しくなってきたかな、とりあえず30連ね、今回は、今日は30連、今日っていうかこの動画は、どう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 、あらら、いやでも学願寺の可能性はある、頼む、ね、SR で早速ちょっとまず出してほしい、無理かなー、いやーてかまず残滓が多かったね、確かキャラが少なかった気がする、ダメか、来い、ええええ、ああああ、びっくりしたー、なんだー、来たかと思った、今ー今来たと思ったー、一瞬ー、あーやばい、国戦来い、国戦、いやこれ演出、うわー何も演出ない、前までだったらよしよしって言ってたんだけど、多分これはやっべー、ここまでやるか、なるほど、まあでも演出が合ってるってことよね、じゃあこれ一旦ラスト、今日これ一旦ラストです、いやーやばい、あーこれこれこれ、こういうのこういうの、そう演出で一回一回ドキドキ、うわーそう、これが欲しい、いやでもちょっと待って、ダメだダメだって、これよくないって、これ当たり率、頼む、え、じゃじゃ斬死、斬死かー、来い、でもこれでガクガンジさえ行けば、来い、ガクガンジ来い、 SR だったら SR ドキドキさせてくれ、頼む、うん、斬死、新斬死、新斬死、あー違う、わあよくない、これダメだ、これは本当最悪な結果かもしれん、あー学長、私は学長が欲しいんです、お願いします、 SR ももう一体いたよね、確か SR キャラがもう一体いた気がするんだけど、うわまあとりあえず今回は1回ねこれだけど、ちょっと学長はもちろんこの後も追っていきたいと思いますので、はい、学長やばいです。で、ちょっとこの後、ちょっと多分フレンドさんで学長になってくれた人いるかな、ちょっと頑張って、学長を、まあちょっと使ってみて、あと、学願寺もちょっと使う動画あげたいと思いますので、よければ見ていただけると嬉しいです。というわけで、じゃあ今回この辺りで終わりたいと思います。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それじゃあ、この後、学長と学願寺、多分1時間後とかわかんないけど、一気にちょっと動画出しますので、ガチャ非公開悩んでる人は、ぜひそちらをご覧ください。はい、ぜひよろしくお願いします。それじゃあ、お疲れ様でした。バイバイ。